艦隊です。 Bye.
じゃあ、ここでリーダーの決意のために。私の土地で何を勝手に。あなた方のような恩知らずのならず者には痛い目に遭ってもらいます。やれ。あなたたちがこの土地を欲するのでしたら取引しましょう。いくらで買うと。ふざけるな、出て行け。何を。そうだ、俺たちはお前を認めんぞ。そうじゃ。
で、クソ、一旦帰るぞ。邪魔だ。奴らの手によってラズリルが奪回されました。わかった、下がっていい。はっ。最近軍刀で暴れているらしい連中だな。どうされます？すぐに艦隊の準備を。いや、もうラズリルはいい。今はオベル王国周辺を押さえておけば紋章も遠くへは行くまい。理解できぬ。真の紋章というのはそんなに重要なものなのか。あなたはご覧になったことがないのでしょう。何が言いたいのだ。想像で理解するのは難しいでしょうと。そう、これはクールーク公王直々のご依頼でもあるのですよ。公王は紋章をハルモニアに献上したいとのお考えのようで、引き換えに軍事協力を要請なさるのでしょう。分かっていただけましたかな。私たちは紋章狩りのための道具か。総督の南進政策はどうなったのだ。私たちはその政策で動いている。すでに祭は投げられているのだぞ。ええ、総督の政策と私どもの目的、その利害が一致したからこそ、私は総督と共にここ辺境エルイールへとやってきました。どう思われようが私は構いません。しかし嘘はありません。皇王の玉座にかけて。ではオベル王国の警護を引き続き頼みます。オベル王国の扱いもその紋章の動き次第ということになりますかな。そうだ、総督はお体の調子がよろしくないらしい。今しばらくは私に指揮権をとのことです。お二人の活躍には期待していますよ。これ以上艦隊の数は減らしたくないものです。そう、艦隊を任せるに値する人物ももうあなたたちお二人しかいない。よろしくお願いしますよ。皇后のお考えというのは本当なのかどうか。トロイ殿、滅多なことは口にしないことです。誰が聞いているか。確かに。大丈夫ですかな。ここだけの話、総督が心配です。クレイは病気だと言ってましたが、実のところクレイが何かしたのではと。探らせましたが、ここ数日総督の姿を見た者がおりません。何か不穏なものを感じます。前総督からの南進政策そのものが阻止されたという可能性も考えられるな。まさかとは思うが、中央委員会の可能性としてはそれも否定できません。北の暁帝国に制裁を求める声は長老たちの中では特に多いですからな。我々はどう動くべきか。ともかくまずはこの状況が皇后のお考えによるものなのかどうか確認するべきでしょう。しかし今は時期がよろしくない。私もこれからすぐ第二艦隊へ戻らねば。
オベルを奴らに奪回されぬよう守りに入ります。トロイ殿、第一艦隊の機関でお待ちください。気を見てご連絡いたします。手は尽くしてみるつもりです。コルトン、あまり無理をするなよ。トロイ殿、あなたはまだ若い。これからのこの国を作っていく世代だ。しかし今の状況は正しき考えを持つ者ほど危険、そんな気がします。私は我々の世代の責任のようなものを感じておるのです。それだけです。いつかきっと騎士団を昔のようにしてみせます。もう少しだけ待っていてください。